9月25日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師倉知恵です。今日も皆様と共に御言葉を味わってまいりましょう。ある旅行者がイスラエル旅行のハイライトの一つ、ガリラヤ湖畔にやってまいりました。イエス様が水の上を歩かれたという奇跡が行われた場所ですから、興奮して歩いておりますと、看板がありまして、ガリラヤ湖の向こう側まで乗る船があるということでありました。それで、おお、よし、乗ってみようということで近づいてみますと、向こう岸まで一人50ドルと書いてあるではありませんか。旅行者は怒ってこう言いました。なんだ、岸の向こう側まで50ドルも取るのか。道理でイエス様も歩いて渡ったはずだよと言ったという、これはジョークでありまして、イエス様はお金がなくて水の上を歩いたのではありません。嵐でこぎ悩む弟子たちを助けるために近づいてくださいました。今日も主は御言葉を通して私たちの人生の船に乗り込んでくださるでしょう。今日はエゼキエル書11章1節から13節を通して、指導者の目が暗ければ共同体が道に迷います、そんなお話をさせていただきます。エゼキエル書11章1節から13節。その時、霊が私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうどその門の入り口には25人の者がいて、その中に私は民の長であるアズルの子ヤーザヌヤとベナヤの子ペラテヤがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計りごとを巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っている。だから彼らに向かって予言せよ。人の子よ、予言せよ。ついで主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられると言え、イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。あなた方はこの町に刺し殺された者を増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ神である主はこう仰せられる、あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかし私はあなた方をその中から取り出そう。あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の御告げ。私はあなた方を町から連れ出して他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。こうして私が預言しているとき、ペナヤの子ペラテヤが死んだ。そこで私はひれ伏し、大声で叫んでいった。ああ、神、主よ。あなたは、イスラエルの残りの者たちを、ことごとく滅ぼされるのでしょうか。
クリスチャンは日本語ではキリスト者、キリストに属するものという意味であります。以前敬愛するハーヨンジョ先生がクリスチャンであることと弟子であるということは違います、弟子になってくださいと、そんな印象深いメッセージをしてくださったのを忘れることができません。私は12歳でイエス様を信じて救われてクリスチャンになりましたが、その頃は神様との親しい交わりということは全く分かりませんでした。でも今はイエス様が私を招いてくださる、声をかけてくださるという世界を知って、主にお従いする弟子の道を少しずつ歩まさせていただいております。今日のテキスト11章1節にこうあります。その時霊が私エゼキエルを引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行ったと、そう書かれてあります。ここまでも何度も同じような表現が使われていますが、預言者エゼキエルは神様の霊に引き上げられて主の霊に連れて行かれる、そんな体験をしました。国の現状を見て自分の思うままに考え、人間的に判断する指導者たちとは対照的です。御霊に導かれて生きたのがエゼキエルでありました。2節3節で神様は民の長であるところのヤーザヌヤとベナヤの子ペラテヤに対してこう語られます。この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計り事を巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っているとあります。神様はリーダーの心に何があって、何を思い、どんな発言をするのか、一挙手一投足をご存知であるということであります。日本は今年終戦70年を迎えました。総理大臣から談話が発表されて、反応は様々というところであります。国の指導者のために祈らなければなりません。私が読みましたいくつかの本の一つ、岩波編集部の私の戦後70年談話という本があります。日本の各界で活躍する41人がそれぞれの戦争の体験を書いていますが、あの映画トラさんの山田洋次監督が語っている内容が印象的でした。あの頃僕たち日本人は理由なく威張っていた、そんな発言を受けてこう言っています。歴史を語るときには資料が重要で、データによって歴史は論議されます。でも他国人を見下していた尊大な傲慢な意識についてはデータになりにくいでしょう。差別意識によって僕たちが犯した小さな日常的な暴力行為、山田監督は自分の体験を書いていますが、それは記述に残らないんだ。ドイツのメルケル首相がアウシュビッツ収容所解放70周年の式典で言った言葉、アウシュビッツを私たちドイツ人は深く恥じます、人道に対する犯罪に時効はありません、過去を記憶し続けることは私たちの責務なのです。ヒトラー時代に同盟国であった日本はこの態度を謙虚に学ぶべきですと、そんな文章でありました。先の大戦で犯した過ちを忘れることなく謙虚に生きることが、この国の指導者私たち国民に求められています。戦争反対と声を上げますが、同時に傲慢反対、謙遜賛成という霊的な成熟が求められています。でも希望があります。エゼキエル書11章9節10節をご覧ください。私はあなた方を町から連れ出して他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くときに、あなた方は私が主であることを知ろうと書かれてあります。神様がすべての主であることを知る時が来る。この表現はエゼキエル書の中で70回以上も使われると言われる彼のライフメッセージです。神様は
人を滅ぼしたいから裁くのではなくて、第二ペテロの3章9節にあるように、神は一人も滅びるのを望まず、すべての人が悔い改めることを願っておられます。戦後70年を迎えたこの8月、私たちの教会では終戦70年記念礼拝が行われました。大川先生が代表して悔い改めのお祈りをお捧げし、またたくさんの言語、日本語はもちろん、スペイン語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、ポルトガル語、英語、ギリシャ語、ロシア語で、マタイの5章9節、平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれますと、その御言葉を宣言して、感動のひとときが行われました。皆さんはこの夏どのようにお過ごしになったでありましょうか。私が平和を祈る中で、主が導いてくださった聖書の言葉があります。ヨハネの黙示録7章の9節から10節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に取って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にあると。さあ、これはエゼキエルと同じように、主の霊によって導かれたヨハネが見た天国の光景でありますが、そこには驚くべき礼拝の賛美の状況が映し出されていました。あらゆる国民、部族、民族、国語からでありますから、もちろん日本人も世界中の人がそこに礼拝を捧げているという状況であります。この地上にはまだ問題があって、世界は挑み合って、いがみ合って、まだ荒れ果てている戦争と戦争の噂が絶えない、そんな時代でありますが、神様の世界には希望がある。エゼキエルが言ったように、私が主であることを知る時が来るんだということを心に留めました。数えきれないほどの大群衆ということでありますが、神様に数えられないということはないでありましょう。頭の毛までも全部数えることのできるお方です。ということは、これはきっとまだ信じていないけれど、やがて信じる人たちのことを意味しているのでないかと思いました。私たちの教会は未信者を未来信じる人、ノンクリスチャンではなくてフューチャークリスチャンと呼びます。これから御国に登録される方がいるんですから、数えられないというのはそういう意味だと受け止めるのはいかがでしょう。子羊なるイエス・キリスト様、真の指導者なる方がやがて全世界を導いてくださる時が来ます。黙示録の7章9節をお読みしましたが、17節には、私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、その日を待ち望みつつ、今日も主にお仕えしてまいりましょう。今日のテキストの最後、エゼキエル書11章の13節で、エゼキエルはひれ伏してこう叫びました。ああ、神、主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。滅びゆく魂と共同体のために、誰かがひざまずいて祈らなければなりません。主よ、私をその一人にしてください。そんな思いで、皆様とお祈りをお捧げしたいと思います。愛する神様、私たちの国を、指導者を、また国民を憐れんでください。過去を忘れることなく、大国になったとか威張ったりすることなく、謙虚に隣人に仕えるものでありますように。
イエス様、私たちをあなたの弟子にしてください。主のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。